宇野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら。高い賃金がすぐに払えないのなら会社の未来を語り、障害所得の高さを示せ。うん、まあ、いい人材入れるにはね、高い賃金払うのが一番いいんですけど、でもね、ベンチャー企業とかね、まあ、私もそうなんですけど、簡単にはねできない。そう、大手さんのようにはうまくいかない。そうしたら、でも会社の将来性っていうのは語れるじゃないですか。未来は語れるでしょ。だから経営者がやるのっていうのは未来であり、賃金っていうのも未来の給料ね。未来の給料が高まる。で、未来の給料って何かっていうと、自分の稼ぐ能力なのよ。会社がまあからもらえるっていうのも一つあるんですが、でも稼ぐ能力をね、身につけるっていうのがこれからの時代ね、大切で、まあ50年働かなきゃいけない時代来てるから。ってことはね、50年働いてる間にね、会社が倒産してるの、働いてる会社がね。だから自分の働く年齢はどん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 長くなるのに、会社のね、倒産する期間はね、だんだん短くなる可能性があるでしょ。そうすると働く上では一番大事なのは、仕事をねできる能力を身につける。これがね、障害所得を上げる方法。今のお金にこだわるよりも、生涯にわたって働けるね力をつけることにフォーカスする。で、それをね、経営者が語っていくといいんじゃないかなと思ってる。ここがポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売り上げが成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。